優勝するのはこの俺だ。LIKE、 はい、どうも LIKE と申しますね。今回はエキサイティング大事なやってきましたということで、まあ今更感あるけど、というわけで、まあプレゼントの、まあログインボーナスか、それの契約書開封、そしてまあイベントの累計開封、そして第1弾エキサイティングガチャ、この3本立てもう豪華やっていきたいと思います。やっていきましょうか。はい、じゃあテンポよくやっていきます。最初はね、エキサイティングのログインボーナス、まあ秋山さんがね、あの阪神タイガースの分です。これね、誰出るんでしょうかとかね、これね、ちゃっかり1弾と2弾どっちも出るんで、まあもしかしたら2弾の選手はこれポンって出てくるかもしれないって感じですね。誰が出るんでしょうか。よし、行ってこう。ああ、左のセカンドですね。微妙。はい、じゃあね、サイコロの累計は黒ひげでやろうと思います。まあ黒ひげわかんない人はね、これ見て覚えてください。お願いします。はい、じゃあやってきますか。まあね、まずはね、巨人のね、吉川さん。これもさっき出ましたから、選手メーカーはもちろん光っていますと。で、まずはどうしよっかな。とりあえず、まあヤクルト行きますか。青木さんかな。耐えていると。まあさすがにね、まあ黒ひげでね、一発目で光ることなかなかないから。で、次は秋山さん、もっと空いていると。オッケーオッケー。じゃあ次、森下さん行きましょうか。耐えていると。いや、完璧じゃないですか。で、次はどうしようかな。ソフバン行こうか。ソフバンで。石川さんでもないと。はい。ファイターズ耐えて。浅間さんでもない。西武は？ああ、耐えている。待って、え、俺ガチでこれ欲しい選手。柳さん頼む。あー、光ってない。え、マキさんは違う。え、吉信さん違う。待って、え、松井ゆきさんじゃないの。あー、ローキーだ。頼む。いや、マジでこれ本当に、これはね、許されないと思う。これは。本当に納得いきませんわ、これ。はい、というわけで、まあ、ガチャ引いていきますか。ガチャで誰を取るかっていうのはね、まあ、あと60連目に入ってからね、発表したいと思います。まあ、10連目引いていきましょうか。よし、じゃあやっていきましょうって言ってもね、まあ、どうせね、ここら辺ね、まあ、S ランクの演出が入んない限り、まあ、カットされてしまうと。というわけで、まあ、特別ね、ここ喋ってもね、あんま使わないんで、まあ、やる意味ないかなっていう。まあ、S ランクの演出が来たらいいですけど、まあ、どうせ10連目なんで何も来ないでしょうと。はい、面白くないですね。はい、お疲れ様でした。ああ、秋山さんか。あ、マジか。え、全然ちょっと集中しなかった。いや、申し訳ないです。ちょっとこれ。まあ、動画出す身として、S ランクをね、全く反応しないのでちょっと申し訳ない。いや、全く集中しなかった。いや、ミスったー。もう、全く頭入ってなかったわ。いや、これもう S 出るんじゃないか、これちょっと。まあ、集中します、これ。まあ、こんなことだろうとは思ってましたけどね。はい、30レベルです。ここね、まあ、エキサイティングプレイヤー確定なんで、まあ、最低1人ってとこなんですかね。ここでね、誰を引くかによって、60レベルの選択肢変わってきますね。まあ、やっぱり個人的には、吉信さんだとか、あとまあ、ロッテ純正の佐々木朗希さんとか、あとまあ、松井裕樹さんとか、あとまあ、柳さん、牧さん、そこら辺をね、ちょっと欲しいなと思ってます。特に、佐々木朗希さんに関しては、本当にロッテ純正、自分のチームね、先発陣手薄なんで、そこは必須かなと思ってます。来い！うわぁ、浅間さんか。さすがに電化というラストですね。まあ60連目確定枠はとりあえず佐々木朗希さんでいこうかなと思います。まあこれでね、ロッテ純正がまた強くなると。いいですね。はい、というわけで佐々木朗希さん、いらっしゃいませ。ありがとうございます。はい、というわけでね、まあ最後はもうランダムミキサーかな。まあそれでね、お別れしたいと思います。まあ秋山さん、吉川さん、どっちいらねえかな。今日、吉川さん今回広角ないから多分吉川さん使わないと思うんだよな。まあ、いっか。これでね、まあ、最後誰が出るかで、まあ、この結果次第でお別れしましょうか。神引き来ねえかな。というわけで、最後、誰が出るんでしょうか。はい、いでよ。ああ、マーク選手。
結構嬉しいかも。